厚明親王の生涯、光る君へに学ぶ日本史。日本史上初めて皇太子を辞退した王子。三条天皇は上位する条件として自分の子厚明親王を皇太子にすることを求めたが、天皇は上位した翌年に崩御する。後ろ盾を失った厚明親王は政治的にも経済的にも行き詰まって皇太子を辞退した。日本史史上でも皇太子を辞退した初めての王子厚明親王の生涯を詳しく見ていこう。一条天皇が病のために上位して即位した三条天皇は、遠遊天皇の子であった一条に対して、遠遊の兄、冷泉天皇の子で、嫡流筋であった。一条天皇は25年という長期にわたって在位したため、八定親王と名乗った三条の東宮時代は長かった。そのため三条天皇は東宮時代に藤原の成時の娘助子との間に厚明親王をはじめ四男二女を設けていた。それにもかかわらず道長は第一王子の厚明親王と同い年の次女清子を三条天皇のもとに入内させている。三条天皇が即位すると道長は清子を中宮に押し上げたが、三条天皇も対抗して長年連れ添った助子を皇后宮とした。そのため三条天皇と道長の仲は急激に悪化している。皇太子時代に摂政が金家、道高、道金、道長と4人も変わるなど、三条天皇は身近で実践的な帝王学を学んでいた。そのため三条天皇は一条天皇のように素直に道長の指示には従わなかった。三条天皇は自分の真意を遠い側妙の和歌のやり取りで相手に伝えるなど、道長にとってはなかなかの豪敵であった。三条天皇は貞子の忘れがたみ、厚明親王が立体視できなかったことを目の当たりにしていた。そのため我が子厚明親王を皇太子にするために助子を皇后にするなど、道長に対してあらゆる対抗策を施したのである。もしも道長の次女清子が王子を出産すれば、一条天皇と明子の時と同様、三条天皇と道長の関係も修復可能であったかもしれない。しかし清子と三条天皇の間には貞子内親王しか生まれなかった。そのため道長は三条天皇が眼病を患っていることに目をつけ、公務に支障をきたすと三条天皇に退位を迫った。激しく道長に抵抗した三条天皇だが、在位して5年目についに上位を決意する。三条天皇は道長の孫厚明親王に上位する条件に厚明親王を東宮にすることを認めさせている。1016年昭和5年厚明親王が即位して五一条天皇が誕生し、晴れて23歳の厚明親王が東宮となった。ところで厚明親王は994年省略5年東宮時代の三条天皇と女子藤原の助子との間に生まれている。母の助子は大納言、
藤原の成時の娘だが、成時は藤原北家でも傍流の出身であった。さらに成時は敦昭が生まれた翌年に没したため、敦昭は三条天皇の第一皇子だが、後ろ盾が弱く政治的にも不安定であった。そのため後一条天皇が即位した翌年に、さらに大きな後ろ盾であった三条上皇が崩御すると、敦昭親王の立場はさらに不確かなものとなる。後ろ盾がいない敦昭親王には、自分を補佐する側近を雇うだけの経済力がなかった。また本来であれば、皇太子を補佐すべき左大臣の藤原の明光と、東宮の大夫の藤原の忠信が仲が悪く口論ばかりしている状態であった。藤原の実助は小有期に、敦昭親王が補佐する人がおらず、東宮の事務はあってなきがごとしだと嘆いていると記している。24歳の敦昭親王は全てに行き詰まって、自信をなくし、自ら皇太子を辞退したいと申し出た。道長が圧力をかけたことも事実だが、敦昭親王もそうであったように、やはり後ろ盾をなくした親王は皇太子を務めることが難しいようである。通説では道長が敦昭親王に圧力をかけて無理やりに皇太子を辞めさせたとされてきた。しかし実際には強力な後ろ盾を持たない親王が皇太子を続けることは政治的にも経済的にも不可能なようである。敦昭親王が皇太子を辞退したことを聞いて飛び上がらんばかりに喜んだのが道長である。皇太子には道長の孫敦長親王、後の後朱雀天皇が治まり、道長は次期天皇の外戚になることも決定する。天皇が退位すれば上皇、退位して出家すれば法皇となる。ところが日本史史上で皇太子を自主的に辞退したのは敦昭親王が初めてで、どのような待遇となるかは想定されていなかった。そのため道長をはじめ公卿たちは期待を寄せ合って協議した結果、敦昭に印号が下されることになり、小一上印と称されることになった。一条天皇の母であった藤原の明子に初めて女医の称号が与えられて以来、印号は女性に与えられてきた。しかし敦昭親王が受けていることを考えれば、本来は性別に関係のない制度だったようで、敦昭は上皇に近い待遇を受けることになる。さらに道長は敦昭親王を三女広子の婿として迎え入れている。ところが敦昭親王はすでに17歳の時に左大臣藤原の明光の娘信子と結婚し、王子2人王女1人の3人を設けていた。これによって敦昭に捨てられる形となった妻信子は、悲しみのあまりに翌年に悶死する。明光は信子の亡骸を抱きしめながら泣き続け、精神的にも異常をきたしている。翌1021年治安元年に明光は失意のうちに病死した。そのため明光親子は怨霊になって道長一族にたたった
とされ、人々は明光を悪霊左大臣と呼んで恐れたと伝えられている。詳細は以前に投稿した明光と娘たちを参考にしていただきたい。道長に破格の待遇で遇された厚明親王だが、やはり皇太子を辞退したことが不本意だったようで、その後に荒れた生活を過ごすことになる。道長派の受領たちには信頼されなかった厚明親王は、受領の高品の成俊、成明兄弟に暴行する所業に及んでいる。また1023年、治安3年、現在の祇園祭りである鴨祭りに派遣された厚明親王の従者が見物人に暴力を振るうという狼藉を働いている。厚明親王は1051年、永正6年正月8日、57歳で逝去する。道長に保護され、厚明親王は経済的には苦労することはなかった。しかし皇太子を辞退したことが心的外傷となったのか、その後の厚明親王は鬱屈した人生を過ごしたようである。